駅入口地下鉄博物館方面改札ホーム。火災駅は東京都江戸川区中。火災5丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T17。福駅名は地下鉄博物館前。博物館の大きな看板もホームの側壁中央に飾られている。ペデストリアンデッキ図書変更前の火災駅1990年代当時の火災駅改札口。 A 団の全駅への自動改札導入完了後も、しばらくラッチの友人改札が、自動改札と共存していた中央に通過線2線、その外側に副本線2線があり、副本線に面して2面の相対式ホームを有する高架駅である。これにより、各駅停車が快速の通過待ちを行うことが多い。浦安側の本線には、主に非常時に使用する渡り線があり、2番線ホームから、 西船橋方面への折り返しが可能である。改札は2カ所あり、中央改札の他に、駅の南側に隣接する、歩道橋と2番線ホームの裏安寄りとを接続した形で、地下鉄博物館口が設置されている。同改札口は23時以降閉鎖される。トイレは中央改札構内にあり、多機能トイレも併設されている。2018年1月現在のダイヤでは、 平日朝ラッシュ時の中野方面行きは、浦安から各駅停車となる通勤快速も含めて全列車を停車させ混雑緩和を図っている。2015年6月10日から向井アミノル作曲の発車メロディを使用している。曲は1番線が A レインザメトロ、2番線がビヨンドザメトロポリスである。2018年度の1日平均乗降人員は108,225人で、 あり、東京メトロ全130駅中38位。東西線の駅としては、門前中町駅に次いで23駅中、第11位。他線と接続しない同線の単独駅としては、東洋町駅に次いで、第2位で、東洋町西船橋間の快速通過駅では、第1位。近年の1日平均条項、乗車人員推移は、下表の通り、東口駅前広場、 中火災及び東括西も三省島駅発着の路線バスは都営バスが主体であるが京成バスも5路線が発着し小岩駅、東京臨海病院、亀有駅、火災臨海公園駅、東京ディズニーリゾート、東京スカイツリータウンへ向かうバスが運行されている。また羽田空港、成田空港への空港連絡バスも発着する。地下駐輪場建設に伴い、 2005年から2008年9月まで一部の系統が仮設停留所から発着していたが、同月25日より新停留所に改められ、一部の仮設停留所が常設になった。このほか、マクドナルド前からありを火災駅無料送迎バスが発車する、東京地下鉄東西線快速通過、通勤快速、各駅停車西火災駅火災駅浦安駅、東京都統計年間。 ありがとうございます。